きょうは何でしょうか、だから一挙にあったかくなるのかなと思いきや、ずーっと寒いよね。で、これ前、えっと、桜祭りはいつ、昨日あ,あごめんなさい、えっと、いや、あのね、これで、予定通り、えー、うん、部活さんから、今、電話が入りましたんで、ちょっと、8時過ぎて、5分つったのもしもし、ちょっと待って、どうすればいい もしもし。聞こえね聞こえてますかちょっと待って。今、つなげますかこれどうでしよう。部活さんあれ、はい、もしもしあれかかっていいんや何やってるのもう一回かけよう。し <laughs> 今かかってます今かてます <laughs> ええー、まあ、あの、部活さんがですね、今日、今日入院、もしもし 出た電波が悪いじゃないですか。電波が悪いそんなことないよ。空いてるのか。聞こえてますかねもしもしはい、もしもし。電波の通り。そっちの電波が悪いんですかねうん、多分、あの、今 Wi-Fi 切ったから。Wi-Fi を切った。あ、そうです。Wi-Fi がね、弱いんです、そこね。病院の名前は言いませんけれども。え部下田さんですが、今、えっと、今日入院をいたしました でえー、ちょっと電話してって言って、電話して。はい、ということで、なんか、なんか言ったことありますかえ、特に元気です。特に元気です <laughs> 今日は何今日は CT ですかあ、CT 取りました。なんか、その結果とかないの分かんないなんかね、う,ん、うんと、右側もちょっと気になるから、明日ちょっと検査しましょうね、<何>右側も気になる うん、でもねう普通はね、えー、と左にあるから、うん、左にあったものは左に転移するから、うん、右は大丈夫だと思うけど一応検査しときましょうね言うてややこしいな嫌だな <laughs> <で>うんしょうがないねまあまあまあそうでございますかいやえー、右にもあるのなんか「てーん」って「てーんて」って「てーん」って。て だって左ではって庭園だったんでしょ最初はそう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 ,そ,うそれがでっかいからっていう話でございますけどね、うん、まあ考えてもしょうがないんですけれどもうんそうです、うん、えー、じゃあ何、はい、調べてもして反対側も切るってことになるの可能性はあるうんまあ状況によってはかもしれないけど取っちゃった方がいいかもしれないしわからん、うん、でも多分大丈夫だろうと思うけどって言ってたけどなんだろうな、うん、だって庭園なかったものが出てきたんでしょうん いや、わかんない。うん。まあまあ、なんか、いきなり、いきなりなんか暗い話でございますか暗いんだか明るいんだかよく分かりませんけど。いや、暗くないです、別に。はい。大丈夫です。もうぼちぼち寝る時間ですかいや、あまり昨日寝てませんからね。あなるほど。あいろいろね。まあ、じゃあかりました。じゃあまあ、あした手術です。皆さん、皆さんお元気で。はい。では。いってきまーす。どこへはい。どうもー。 はい、というわけでございまして予定通りではなかったまいりました切っておきますけれどもえー、まああのなまあ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 、まあ、いつ言ってもしょうがないです、まあ、なるようにしかならないのでということでございますね、まあ、やめましょうこの話は。 で今日ちょっとバタバタしておりまして、あの昨日寝て,、ま、寝てないとか、えー、昨日は、まあ要するに、部下さんの壮行会みたいなことやるんじゃなかったね、やらない、うん、トマトもなくなりましたけど、もうや,やらなければ、もうちょっといろいろ、ともく、いなくなる前にやっとかなきゃいけないことは、いや、まほどあってですね、壮行会なんかやらなければもう少し寝れたんでしょうけれども、寝たの何時ですかね、2時とか。 つか、ね、よくあっもっともっと3時かそんなようなことでございましてまあゆっくりお休みくださいとその間私がいろいろ止めというか随分い,いろんなことをあの僕が病気になってああのいろんなことをあの人に任せてしまったのですがなんとかね、まあ、いろいろ考えてもしょうがないんですけれども。 それが良かったのか悪かったのか。まあ、ね、ちょっといろいろとやらなければいけないことがあるんでございます。えっと、私の一応会社なんでございますけれども、何で食ってるかというと、ほとんど食ってないんですけれども、うんえー、読書グッズ、ヨ、え、ム、ー、パラという,うとネットであのサイトがありまして、えー えー、アマゾンだとかあ、楽天だとかに店を出店していまして、そこの読書グッズを販売をして、輸入してるんですね。で、うちしか扱ってない商品なので、結構売れ筋の商品があるんですけれども、コロナとウクライナの戦争でほとんど輸入が止まってました。全く止まってました。もうダメかなと思ったんですが、それはちょっとずつ動き出しまして、で、今も、あの、まあ、注文したやつが、 ど,どうしようかなみたいな話だったんですけど、今ちょっと、今どこにいるのそれカルフォニアだかなんかとかにまだ、まだそこにいるというので、まあ、部下さんが入院している間には届かないのではないかなというふうに思っております。まあ、予定通りならば、部下さんは来週の頭ぐらいにも戻ってくる。ただの、両側ってうとどういうことになるんでしょうか、ということでございます。まあ、あの、消化器系の手術だと、あの、時間かかるんですけれども、どうしても。まあ、 まあ、リンパなので、えー、そういうことはないので、取ってしまえば、あとは管が抜ければ退院ということのようでございます。はい。<laughs> ってなことでございましてですね、えー、まあ、あの、えっ、ー、と、部下さんから、えっ、ー、とお、リクエストがあるんですけれども、まあ、ちょっとそれは時間があれば後ほどということでございまして、で、まあ、で、要するに今日どうしようかなと思っていたんですけれども、あ、そうだ。 えー、住民投票ね、図書館の住民投票でございますが、終わったんですよね、住民投票のきき期間は。で、結局、あれな、あ、で、今日、お二人いまま、また来てもらっております。えっと、立川さんと、しぎくにさん、はい、はい、えー、に来ていただいております。えっと、なんだっけ、何の会でしたっけ、はい、言ってください。うん、なんだっけ。狛江図書館住民投票の会です。なるほど。そういう会。そのまんま。そのまんま。 まあ、そのままで。す。で、えっと、いつ終わったんですかいつ終わったんですか署名の期日は、今月の3月9日。3月9日 ?9 日が締め切りだあそうそうそう。3月9日えもう全部前だね。あれいや、9日で締め切って、それで集計でいろいろ。あで、今、選挙管理委員会あで。あ、9日までだったんだ。2月9日から3月9日まで終った。 えで、えーとな、何室必要なんでしたっけ、必要って何何室集まるとどうなるっていうルールなんでしたっけええと事務局の重國といいます、住民投票をやるには、住民投票をやるための条例を作んなきゃいけないというのがあって、その条例を市議会に作ってもらうためには、 えー、議会に発案をするか、提案をするために50分の1、有権者の、50分の1っていうのが必要なんですえっとそ,れそれ何,何ない、な証明そうすると、小前,前の場合は有権者ってことね、18歳以上の,、うん、の,のえ50分 ?50 分の1、じゃン2%。 とというこ1393、ね、<laughs> それが何、集まると、何ができるんですか集まると、それを提出、うん、市長が議会にあの条例を作りますかどうでしょうかっていう提案をしなきゃいけない,い提案というか、要するにあのぎぎつまり議題に載せなきゃいけないということなるほどね。というんでえー、まあそれ,それでれで。 じゃあ、やるかやらないかその要するに採決みたいな話になる議会が決めると,とです、ね。で、そこの段階まで、で、それを集まって、で、結局、最終的には何、えっとね、あの今、チラシであのお知らせしているのは、4264室っていうことで、うん、会としても発表をして、うんえー、選挙管理委員会に提出をしたんですが、うん、選挙管理委員会に昨日聞いたら、 いや一票、もう一票多いですよと、1265ですよちゃんと数えてるんだね、じゃあ、文句はつけられなかったね、それはとりあえず、書いてある署名が4 2 6四あったということで、それが有効かどうかをこれからもチェックする、大変だね、どうやってチェックするんだ、ダブリがないかとか、も違う人がいないなるほど 違う人っての要するに市民、市民じゃない人がいいだから一般的には3、3%から5%ぐらい、ちょっとその、<laughs> これはちょっと違うんじゃないのみたいなところで削られることがよくあるっていうふうには言われてるで、ねねね、でもまあ、いそ,まあ、そのままだとしても、3倍ぐらいですか、うん、<の>もう。あのーね え3倍の以上の4265ですから、というのを集まったと。うんで,ね、で,で、まあ、通常、まあ、いろいろな人に聞く、聞けば、うん、要するに、この、この、この、狛江市の規模で、4千何百っていう、集まるってことは、要するに、えー、まあ、言ってみれば、あの、議員、議員4人、四人分の得票数ってことですよね。 それが全部、その、投票すれば4人、これで、うん、あの、議席,議席が取れるっていう数なので、うんうん、これはさすがにいくらなんでも無視はできないよねっていうふうに、<laughs> まあ、あの、外の人にそんなこんなんだよっていう話をすると、うん、それはさすがに無視できないよねっていう話はみんなするんですけれども、<laughs> こまえ、の、まあ、 まあよく知る方は、まあきっと多分無理だろうねっていう、うん、無理っていうことは議会で通らないだろうね、みんな反対するだろうねっていうことなんだと思うんですけれども、その辺の、その称賛とか、かだから今後どうするいい、うん、一体いつ頃それがはっきり数が分かって、どういうことになる一応、ちょっとスケジュール的なことを昨日聞いてきたんですけど、4月2日までに、うん、 そのえっと、有効か無効か署名について一個一個チェックをすると、それであの、とりあえず選挙管理委員会で有効だろうという票を、票、うん、というか、数を確定して、うん、2>, 2日に選挙管理委員会が行われると、で、3日から、縦覧っていって、それをあの皆さんあの、確認した人は見に来てくださいよっていう 1>, <ー>1週間あるわけです。ああ、そういうことがある、ね、が選挙管理委員会がやるんだ選挙管理委員会、うんでまあ、よくそれではだ例えだ。 あの、俺に名前書いてないのに、なんで俺の名前があるんだとか、ね、な,るなるほど、そういう人がいたり。いたりなんかするわけね。うん。うんあれ俺にサインしたはずなのになんでねえんだとかって。そういう人か、ね。俺ちゃんと自分で証明したのに、無効票にされちゃって、ちょっとこれでなんで無効票なんだとか。あなるほど。いい申し立てができるっていう期間が、なるほどね、従覧っていう期間が一週間あるんです。なるほど。で、それが終わったら、あの、 えー、確定数、まあ、要は有効票、有効の証明数が確定されて、はいはい、でそのに基づいて、えー、今の、えー、住民投票の会が市長に対して条例作ってくださいよという請求文書を出すわけす、うん、それと市長が、えー、何日になれば直ちにだったかな、うんあの、すぐに議会に提案をしなくちゃいけないと。うん、そうすると議会が。提案って、えー、提案条例、住民投票条例。 を提案すするわけです提案っていうのは作りましょうっていう話じゃないんでしょうか作りましょうって話。え、市長は作りましょうって言わなきゃいけないとなの、うん、市長はね、あの議会に提案をして、で、その時に自分の意見をつけて提案するから、 私はこの、あの、住民投票いらないと思うけど、市民から法定数以上の請求が来てるから議会に提案しますよっていう、か、私も必要だと思うから議会に出ます。それも提案で言い方するんでま、提出かなじゃあ、案を、出、案を出すから。議会にかける。かけるか。かけて、議員の皆さんで決めてくださいねっていう。 その時に市長は自分の意見も言うわけ,、ね、あうわけそこはだから、市長さんが、はい、松原市長が、はい、自分がやってほしいとか、やってほしくないとかっていうのは、意見は言えるんだけど、はい、一応あの、地方自治法上の制度として、その50分の1以上の有効署名数が集まって、条例制定請求が出てきたら、うんうん、それを議会に提出しなきゃいけないっていうのは、それはもう役割としてしまっていけないと。 で、でで議会で審議されるで,でれそれが出されたら、20日以内に臨時議会が開く、うん。あ,あ臨時議会でやるわけね、えー、なるほど、はいはい。その臨時議会ね、ちょっと昨日僕はね、1回で終わ,終わるのかなと思ってたら、どうもなんかちょっと関係者に聞くとね、提出する人審議する人その一定期間上げて、開けて、あの、開けて2回やりましょうっていう話が最近の流れみたいにあるみたいで、<ー>そういうやり方になるので、当初は、 あの連休前に終わるは話だったようなこともあったんだけど、うん、もしかしたらどうなるかな、まあ、とにかくそのぐらいの時期今答,答弁をみんなするわけですからあ、まあ、人がするの質疑、質疑応答、質疑応答、質疑応答、質疑って誰に対して知っていの住民投票の会が提案をするか、答えるのは誰の、質問してる。る、まあ、るのか出<う>これになるわけあ この会の人たちが議会に出ることになるんだ、議会で説明、こういう条例案を持ってきてますと、そのためにこうですっていうことを議会で言う。答弁するのかどうかをちょっとよくこれから書くというか、条例案を作ってくださいねってなんでかっていうことは、その議会で述べなければいけない。 住民投票するかしないかって話だよね。うん、ねそうそうそう。早い話ね。住民投票。で、ごめんなさい。ま、ま、ま、もしも住民投票が実現したとして、うん、住民投票には何らかの法的な、その、何かがあるんですかその、要するに、縛りというか。要するに、その、住民投票した結果っていうのは、<ー>そ,それを。それ、それは決める条例を、どういう条例決めるかで、例えば、えー、賛成票が、うん、あの、 まあ今回、図書館で言えばね、うん、あの現地で拡充するのか、あの地の計画通り移転を、分割移転をしちゃうのかっていうときに、結果がまあどっちかが多いということになるわけじゃないですか、そうした場合に、それに従わなくちゃいけないっていう条例を作るところもあれば、それを参考にして決めてねっていう程度のことなんでそれは、要するに条例を、まず条例を作ってくれって話じゃないですか、ね、すやってくれっていう。 さまあ、参考程度にし,しましょうっていう条例にしちゃうってうと、大変だね、要するに、ね、そだからそこ,そこが、例えば、あの過半数だったら、もうその通りやらなくちゃいけないという縛りをつけるようなやり方もあれば、過半数じゃなくて、6割以上とか、例えば逆に、投票の50%以上じゃなくて、有権者の50%以上とかね、そのいろいろなその、なんていうの こういうケースの場合は、こういう,ふうにしなくちゃいけないっていうふうな、<ー>まあ、条例で決めるってことあ,あるんですけど、まあ、それは今回、僕たちが出したのは、ごく普通の、<え>よく。ちょっと待って、うん、だだ、だ、それと2日ぐらいでそれで決,、ま、決められるのまあ、だから議会としては、そう。それで決めるんだ。えうん、誰が決めるんだって、そんないろんな意見が出たときに、うん、その条例をまとめるのを、誰がどういうふうにまとめるのいや、だから条例案は出してるわけだ。 それに賛成かか反対かだええええで条例案っていうのは、その中にいろいろ細かいことがあるんですか、うん、あもうそれは、もうそれを通すか通さないかあじゃあどうどういうふうに通してるんですか、どういう条例に出してるんですか。 はね今だから、そういう意味でてだから、そういう意味ではだから、さっき言った、一番重要なところで、そ従えっていう条例になってる市民の意見を尊重してくださいよと。尊重してくださいよまあ、それは普通の場合は、それは。 それに従えっていうような条例では、うん、じゃ、ではないわけ。いや、基本的にはその、多数の意見に、<laughs> <え>を尊重して、あの、物事を進めてくださいよと、うんそ。その条例を作ってくださいっていうために、いろいろ。そうだけど、そうだけど、うん、それはだし、それは、縛り、縛りはないわけね。あだから、その、うん、なんちゅう、それを破ったら法律違反で逮捕されましたとか、うん、そういう話ではないけど。ではないですね。う,ん、うん。じゃあ、要するに、自民党、 住民投票やらなければいけないっていうようなことではないわけ住民投票はやらなくちゃいけない、それが通ればね、住民投票の結果を、結果通りにやりなさいとはなってないわけね、そこがね、今回の場合、どういう、いろいろな出口っていうかあって、今回、市民の住民投票の会が出したのは、 うん、この分割移転をするのか、現地での拡充を基本にするのかっていうふうなことで言ってるじゃあ、現地での拡充っていう場合に今のは、今の市民センターのようね、そのやり方っていうのは、いろいろあるわけですよ。 それはだから、今、議論の中に出てるのは、今の市民センターがもうちょっと横に広げて、いろいろあるでしょうけど、それはだから要するに、今回の条例とのどういう関係があるんでしこれを、住民投票条例も、全体的に住民投票条例作ってねっていうのと、今回みたいに個別の案件、図書館のこのことに関しての住民投票してくださいねっていう条例制定するのというのがあって。 で両方ともね、なんかね、なかなかハードル高いんですよいやいや、ちょっと俺、聞きたいのは、聞きたいのは、だから、その辺のことはどういうふうな条うで,で,で提案をしたんですかって、提案というか、出したの、だから、あ図書館の,きあの、図書館改修の基本的なやり方として、うん、今、市が出しているような形の,その分割移転をするっていう形なのか、うん あの現地での拡充っていうのを基本にしたそうそう、はい、その2択のどっちがいいですかっていうのを、住民投票で市民に意見を聞いてくださいっていうのが今回提案したちょっとるかしじゃあ,じゃあさっき言った出口がいろいろあるっていうのは、どういう原理、ま、な現地で拡充、現地で充実をするっていうやり方っていうのが、いろいろあるでしょにしてもいろいろやり方、うん、工事の仕方がいろいろあるよって、そういう意味そういう意味ってのはどう,どういうことだからそそそういうい意味はそれはれ住民、うん、その 今度、条例の中には反映されてはないわけ。そういうことは書いてない条例,<う>条例の中にはない。うんそれを、うん。んいろいろ出口がありますねっていうことは、現実的にはそうかもしれないけど、それは、その、住民投票のどっち,<あ>どっち選べるの中には入ってない住,住民投票で、その細かく、こういう建物にして、こういう、あのー、スペースにしてくださいよっていうことは別に書いてない。あ<ー>うん、やり方の基本的な考え方を、 書いててある。待っだから、それが分からんもんじゃ、出口とか、出口いろいろありますって言うから、今、今、だから、工事のやり方がいろいろありましただけの話ちょっと、そのへんはちょっと、それはいろいろあるでしょうけれども、まあまあ、そういうことなんですね。で、さっきもした、多分んだめでしょうっていうことについて、なんでそういうふうにまああるお寺さんの、お寺さんのあ前、ご住職でございますけれど それに<の>ついてどう,どういうふうにお,お考えでございますかな、うんな、なぜ、なぜ反、なぜ、反対なんで、しょうかあの前に、うんあの、住民投票の会でお名乗けした武田先生っていう先生がいるんですけど、その住民投票のことをいろいろお話してくださった方も、はい、85%ぐらい議会で否決されるっていうことなんですよ。はい、でも でも、あのーまあのま逆に言えば15%は可決されるわけです、ね、ちょっとだからな,なぜ、なぜそんな85%も否定する直接,直接民主性っていうのが、日本ではなかなか根付いていないから,からそういうことなの、んそ,そんななことなの,なの、ね、いや,いやそ,うそんなに単純じゃないんだけど、でも。 その議会制民主主義と直接民主主義ってあるじゃないですか、うん、で議会制民主主義の方が、なんか、日本では根付いてるいや、それはそうなんだけど、そうなると、もっとと,と,とてつも、とたにちょっとは違う話がぶっ飛んじゃうんだけど、うん、そうじゃなくて、え、そんなことで反対するのとから、シェフさんの首をかしげてますから違いますよみたいな、うん、そう、ちょっと言ってんじゃん。 住民投票やるときっていうのは、うん、まあそれまでの行政が進めてきたことについて、うん、ちょっとそれ、今、市民の考えと違うんじゃないのっていう、行政のに取り組みについて意義を唱えるようなことが多いわけですよ、はいはい、で今回のやつも、市がどんどん進めてきた図書館の、えー、と改修計画について、それはちょっと市民が願ってるものと違うんじゃないのっていうことなので、議会の中では。 これまで、まあ、いわゆる与党、野党で与党の人たちは、市の方針でいいよっていう態度を取ってきたわけですから、それと違うことについて、もしかしたら市民が、いや、ちょっとそれ違うんだよねっていうふうな意思表示をされるちょっと困っちゃうと、行政としてはね。うん。だからでも困っちゃう。意思表示されちゃったわけでしょうん。で、だから、そういう、その、まあ、あえて市民の意見をちゃんと聞くと、 ちょっと困るなと思ってる人は住民投票やってほしくないと、うん、いう感じにはなるだろうなと思うんだけど、ちょっとそうじゃなくて、ちゃんと聞いてまあまあまあ、分かりました、分かりましたっていうか、うん、だから、ちょっと僕の意見のですけど、だから、あの二者選択っていうのはそういうことになっちゃうんじゃないかなというふうに思ったので、 違うんじゃないかなって、僕、ずっと申し上げてきたわけでございますが、まあ、しょうがないっていう話なんだけど、うん、この2者選択は、うんお、多くの住民投票の場合、イエスかノーかが多いんですよ、例えば原発だったら、原発を作るのか作らないのかってね、だから今回の住民投票を考えたときも、 今の市の計画のまま進めるのか、白紙撤回して、一から考えましょうよっていうふうにするのかって、そういう選択肢はあったんですけど、うんうん、今ね、今回、議会なん階で議論になってるように、市民センターの老朽化というのはかなりもう50年近く経ってるので、うんうん、進んでると、だから何にもしないっていうね、ただ単に白紙に戻すっていうだけじゃ、まずいよねっていうのも一方であるかからそそれれはるにしてもだから。 それはよくわかるんだけど、うん、それにしても分割か、今のところで作るかっていう選択肢にしちゃったっていうのは、どうなんだろうなとは思うわけ、うん、もう少しいい、うん、い,い,いい二者択一の、の、があったんじゃないのかというふうに、まあ、僕は思うわけでございますけれども、で、まあちょっと、そのさっき言った、まあ、ちょっと、ぶっ飛んじゃう話になっちゃうんですけど、間接民主主義と直接民主主義の話なんですけど。 あの、確かに間接民主主義なんですが、どこの国だって直接民主主義を全然無視してるわけじゃなくて、リコールだとか、それも住民投票だとか、それはある程度、もう今回って、そのハードルは高いかもしれないけど、認めてるわけだよね。うん、で、それっていうのは、それなりに、その直接民主主義じゃない、間接民主主義っていうのは、どうしたってワインイシューではないので、個別にはいろんな問題が出てくるから、うん、そういうことは、 そのある権利として、その,あの作っとかなきゃいけないよねっていう話なわけで、もしも、そのこの住民投票そのものが、えー、何直接民主主義、間接民主主義の否定だみたいな話をする人が、もしいるんだとしたらば、あんたもう少し勉強しろよって話なんだよね。何バカなこと言ってんの <laughs> というか、すでにその間接民主主義が、もう今、この世の中、今、今何、何 この二、二回二回ちゃんが、えー、あ、お父して五年齢でお辞めになるんですかって、バカ野郎、お前もお前だってこの年になるんだよ、バカ野郎って、っていう、そんなような、そんなような政治になっちゃってて、で、それはいろんな問題があって、例えば、えー、教託金が三百万だとかって、うん、まあ、えだとか、っていう、つまり、間接民主主義でもいいんだけど、うん、この間接民主主義、機能してない。で、なおかつ、その、選挙区にしちゃって、 総選,選挙区ってある意味間接民主主義と言いながら全然その、えっと、数の少ない人というのは反映しないことになっちゃってるっていうわけでしょそういうような問題点がいっぱいあって、で、まさに今、その、間接民主主義でやってた結果の低たらくみたいなことはもう起きてるわけじゃん。あの、現実問題として、国政で。自民党危うしみたいな話になってる時に、そんなことをまだ言ってる馬鹿がいるわけですか と僕は思うんですけれども、はい、まあそうした意見を言ってらっしゃる方はどこのドイツだ、ちょっと連れてこいって話だと思うんだけどね、いや、本当に愚かだと思う、でそつまり、それ、その間接民主主義って言ったらなんだ、例えば、また沖縄の話しますけど、ずーっと反対する、の民主主義反対し続けている。であの 関節民主主義ですよ。あの、沖縄県だって。で、県知事が関節民主主義だけど、そこがこう,いうふうにだって言ってるにもかかわらず、な、何国政の方に来ると、完全に無視されるって。そんな関節民主主義の状況で、いら、あらゆるところでおかしい。もう世界的からおかしいよって言われてる。その辺野古に関しても。おかしいですよって、世界が関節民主主義、か、もう、 数多い間接民主主義で頑張ってやっている人と国からあんたの国おかしいよって言われているようなことの状況になっているのに、間接民主主義の否定だとかなんとかって、何をすっとぼけたこと言ってんの誰って、っていう話でございますけれども。なんで黙っちゃうのってそうじゃないよ。ね論理的な話ですけど。そうですよ。理屈です、うんうん。そうです。はい。だから、あの、両輪でね、うん、間接民主主義と、 直接民主主義がこう両輪でうまく回ってれば、あのなんかフェアじゃん。うんまあ、フェアっていうか、<laughs> つまり、つまりそのか、つまり完璧な制度っていうのはないわけで、それを補完するものとしてリコー、うん、リコールも、リコール制度もあるし、住民投票ということも、つまりあるわけで、ハードル高いけど、法律的にそれ認められてるわけで、もうゼロじゃないわけでっていう。 それを決めたらも間接民主主義の中で決めてるわけでしょそれをその、その、要するにその、もしもそれはその、間接その、何、住民投票みたいなのをやることが間接民主主義の否定だって言うんだったら、それを決めたそのもの、要するにもうそ、そ、それ言い方自体がもう政治の否定だよね。すでにその制度がある。それに則っ,ってやろうとしていることを、そういう言い方をするというのは、あまりにも愚かだと私は思います。うん あのう、きの日の議会で、ちょっとその辺もいろいろと話題になったんで、議会って、狛江市の議会、そこである議員さんは、否定とは言わないんですよ、だからでも、正しくね、多分代大制民主主義を補完するものだと、住民投票は、そこはね本当にそうだと思うんですよ、だからそこでね、捉え方が補完っていう意味で、 間接民主主義が基本なんだけど、直接民主主義手法としての住民投票がそれを補完するっていうことだは、多分ねその、そんなにね、あの、それを否定する人いないんだけど、じゃあ、間接民主主義を否定し、保管じゃなくて否定して直接民主主義を優先させるべきだっていうと、ちょっとそれ違うんじゃないのっていう人は、まあまあ、結構いるんですよ。 わか,、うん、かりにくいって、わか,かりにくいってだった、だったらやる意味ないわけで、うんうん、さっきも言ったように、ワンイシューではないってことが、結論としては住民投票をやったらっていう話なんですけどそう、で, <laughs> で、その4千四千何百っていう数を無視してまでそういうふうにやるっていうのは、なめられてるんじゃないですかねと、私は思いますけど、その陰に4千の数じゃないと思いますよ、もっともっといっぱいいるはずです。うん、それはね、うん そうなんですだからこの30日間でね署名活動したんですけど街頭でもやるわけですよ駅前とかやってたとねいろんな声がね来るわけで署名チラシを見て署名したいと思ってたんだけれどもできませんで今日できてよかっただから自分は図書館はこういうふうにあるべきだと思いますとか向こうからこう話しかけてくる人もいるわけで。 私は初めてなんです、署名活動っていうのをやったのが、うんうん、だから知らなかったんですけど、今までそういろんな運動をやってるあの会の人たちから言うと、そういうことはあんまりないっていうのをね、その署名をするだけじゃなくて、うんうん、自分がこう思ってるっていうのを向こうから寄ってきて、話しかけてくるっていう経験はあんまりなかったっていうことなんですよ。だから今、高山さんが言ったみたいに、本当は4200難筆の人よりも、 潜在的にはもっと、まあ、長くやればね、うん、集まったかもしれない、でもちゃんと法律で30日間というのは決まっていて。 そのの中でのっていうのはすごい大きい数字だなってでも大きいはずです、に考えれば大変大きな数字です、いやあの、そんなに集まったのって僕もびっくりしましたけれどもあのあ、私なんかも正直びっくりした、うん、だ,かだから僕、うんも、もっと設定の仕方もっをもっと,もっと,もっとちゃんとうまくやれば、もっと集まったに違いないというふうに思うし、うん、やっぱりどうしても、あまたあの人たちがやってるねっていう感じは、どうしてもやっぱり否めない部分が。 あるわけで、うん、そこはそ、そうではない。もうずっと感触として、うん、その何も、その党派性とか抜きにして、この図書館のことについては、う,うわ、絶対いろんな人は関心があるっていうのが、こう、うあの、ひしひしと分かるって、うん、いたので、えー、で、それを、もし、もしもその状況なのにも関わる、だから設定の仕方がなといろいろ思うんですけれども、まだまだ、つまり、 逆に言えば、粛々とって話じゃなくて、やることいっぱいあると思うんですよ。そうなんです。あの、えー、その、住民投票、うんぬんという話がどうなるかっていうこともあるけど、もちろん、じゃあ、そ,その時にみんなで傍聴しに行きましょうみたいなこともあるのかもしれないけど、それだけじゃなくて、もう一回、いろいろ、まあ、こういう設定にしてしまったけれども、本当に狛江のと、狛江にとって、えー、どういう図書館があるべきなんだろうか。 というところから、いろんなことに考えられるというふうに思うので、そこが大事。で、そこで盛り上がれば、いくらなんでも、ずいぶん盛り上がってきちゃったなっていう話になれば、えー、議員さんたちも、いやー、無視はできなくなるんではないかっていうか、もうすでにね、その状況の中で、狛江、うん、大丈夫かって、本当に狛江の文化と大丈夫かっていうふうに言われてるっていうことを、どのくらい自覚してるんだろうか。 あの本当に恥ずかしいですよっていう話を、うん、僕狛江のことも一生懸命こう悪口ばっかり言ってるみたいなでそれでいろいろ言う人いるんですけどいや違うお願いだからお願い本当に狛江のこと考えるんだったら本当にそこそういうそういう目を持ってくれっていう話なんだけどね閉じてます狛江という町は本当に閉じてるっていうふうに思うんですでちょっと違うちょ,っとちょっといい僕、うん、だからその も、もはや、その、まあ、世の中変えるのがいい、変えるのがいいかどうか分かんないけれど、うん、その、すべてがいいわけじゃないことが間違いなく、国会だって自民党の件で、もう歯がゆいですよね。国民、こんなに、もう、7割ぐらいの人がおかしいって言ってるにもかかわらず、そうならない。って、な、何これっていう話ですけど、歯がゆいんでございますけれども。うんうん 基本的には、しょうがないんですよ。その権力者がそこの法律をいろいろ作るんで。で、基本的には僕は、やっぱりコミュニティ、あの、本当は、ま、地方自治って言いたいんだけど、もっと、もっと、もっとちっちゃなコミュニティがた、が単位として、そこでものを考える。それが、そこから、だんだん外、外側に広がっていって、実はその社会というのは変えられるんだ、というところに、あの、なんだろうな、ずっと考えているところに、ま、結論みたいなことが、なってるんだけど、で、 コマエの中にもコミュニティたくさんあります。コマエ自身も一つのコミュニティです。だけど、問題なのは、問題なのは、そのコミュニティがどういうふうな、その、外側に向ける、あの、外側に発信するっていうような意味じゃなくて、その、世界のことを考えられる、そこだけのコミュニティだけの問題ではない。このいやコ、コミュニティの問題は、実はいろんな問題世界、世界中のいろんな問題と、大いに関係をしていることなんだ。 っていう意識を持ってるか持ってないかって話なんですよ。それどんなコミュニティでも一緒です。あの、えっ、ー、と、親父の会でもいいんです。<laughs> えー、あるいは共産党というコミュニティでもいいんです。自民党というコミュニティでもいいんです。うん、から地域の、あのー、町内会というコミュニティでもいいんです。で、ある、あるいは一つの僕の仲間みたいなコミュニティもいい、音楽の仲間でもいいんです。うん、それ全部一緒なんです。で、まあ、小前だけではないかもしれない。 小前だけでがなければ、だからいいんだって話ではなくて、僕基本的には物が閉じてると。その、小前のコミュニティは。外側に対するその、なんとかな、意識っていうかな、いうようなものがないというふうに感じています。で、で、あの、点、コミュニティじゃなくて点としてっていうのは、こノードって話を木下さんが来た時に言ったんだけど、 個人では、そういうことを考えてる人にいっぱいいるってことに、こう、最近特に気づきました。で、えー、うちの図書館、あの、じゃない、資料館、来ない来ないって言ってるんですけど、いや、そんなことないんですよ。大変来るようにな,なってきてます。昨日は、えー、そう、こう、公開でしたけど、その前に、あの、ユンタクの会、まあ、実は、あの、当時さんっていう、あの、92歳のおばあちゃん、入院されちゃって、来られなかったんですけど、そこに来た方は、 え、何人来たんだろう ?8 人ぐらい来たんだけど、そのうち1人以外は全部小前、小前の人です。うん、だから、来てるの。だから、あの、そういうふうになってきました。この、前言を撤回するっていうかな。小前の人全然来ないよって言うんじゃなくて、来るんです。ところが、来てる小前の人たちっていうのは、僕は病気になってから、資料館を始めてから、親しくなった人たちです。その前の人たちじゃないのね。で、そこなんかそこが問題なんだけど、つまり、 天点の人たちが、あ、こんな人もいるんだと面白がってきてくれるで、う、僕、うちとしては、その、あの資料館が、ノードの、ノードといううに、その、なんつうの、手、手を持った。て点なんだけど、つながりを持とうとする、その、点。で、そこがつながっていけばいい。でそれはそ、外へ、外へとつながっていくような、その拠点になればいい。で、そういうノードみたいなものが、たくさん、本当は、狛江のコミュニティみたいなものが、そのノードにならなきゃいけない,い。はい その濃度自体が横につながるってことをしなければいけないんだけど、外側に向いてない閉じたコミュニティが大変多い街なので、そういうふうにはなかなかならないんですね。で、あの、それはね、政党にも言えるんですよ。共産党にも言えるかもしれないし、もう自民党なんかまさにそうかもしれない。あの、外側とつながるってことなしに、そのちっちゃなコミュニティっていうの閉じたコミュニティの中で何をしようとしてるんだろう。それが、 直接民主主義だろうが、あの、間接民主主義だろうがどうでもいいんだけど、まさに、もう民主主義でも何でもないっていうか、あの、村社会の、でしかないじゃない。それを偉そうに民主間接民主主義だ、直接民主主義だなんていうふうに言うこと自体が恥ずかしいというふうに、まあ、僕は個人的には思っているわけでございます。それは、あの、保守的な人,人たちに向かってだけで言ってるわけじゃなくて、その、この、 おまあ、そのちょっと待って図書館の人たちにも言えることかもしれない、うん、あのそんな意識はないんですよ、外に常広がろうとしているんだよちょっとその,そのな,んうかな僕が思っている広がるという意味場合はちょっと違うのかなというふうに思っているんですけどね。まあ、ははいいどうぞ <coughs> さっき言ったみたいに、うん、署名活動みたいのを初めてやって思ったんですけど、うんはい、今まで私もそう思ってたんですが、うん、こんなに話したい人がいるんだと思ったのよそ,うよそういうこと、だから要するに、そうそうそう、そ,うそ,のそれを作るようなコミュニティを作ってないってそれで、うん、その住民投票をするために、うん、条例制定をするために署名してくださいねって言った。 ことがきっかけで、全然知らない人と話すことができたわけですよね、うんうん、でその署名を集める人たちを、受任者っていう人たちが、またそれをこう自分の署名簿を持って、いくわけですよ、署名してくださいね、でそこにもこう新しいつながりができるわけ、たった、まあ、2月の9日の1時からスタートしたので、正確には30日まるまるじゃなくて29、2 9九点 5日でしたけど、はい、その間に四千室以上の人たちがつながったわけですよ。だから、それを今度無駄にしてはいけない。うんうん、だから、さっきちょっと、うん、高野さんおっしゃったみたいに。それを。なんか、こう。無視する。人たちがいるのっていうのを、街頭に立ってた時に聞かれたっていう声も聞くのね。うんうん、まあ、そう、そういうことなんです,ううんですよね。だから、それが、その。 外側に、それも結局繋がったんですよ。うん、繋がったけど、それが一つまたそれも閉じてしまったら、結局それは力が今、4000いくつなんですよ。高々。それは、その、それが図書館だからこそ,そ、それだけ人が集まったんだけど、うん、それがその外側に向けるためにはどうしたらいいのか。うん、それは発信するとか、ね、なんだろうな、知らせるとかっていうようなことじゃないのね。俺が言ってるのはそういうことではない。もっと、 あの質的なものなんですけどね、外につながろうとするっていうのは、うん、そうで,、ね、でいるそういう人材いっぱいいるはずなんです、あの元、元、元保守、星、星の、う,ん、うん、だった議員さんだとか、うん、そういう人たちを巻き込んでいかなければいけない、うん、でそういう人たちは、むしろね、議員を辞めたり、議員当選しなかったりするおかげで、外に向いてるんですよ、不思議だね、議員になると、どうしてうち向きになるとね、みんな、どいつもこいつも。<laughs> うん。 むし,ろむしろそこから解放されちゃったなんかすると、もっとこう外側にこう目が向いていることになるっていうのは不思議なもんでございますけど、うん、いやその図書館の話って、本当に高山さんに何度も何度か言われてるの、いわゆる対話の会みたいなね、だから図書館対話の会で、うん、いろいろなことを図書館に言いたいことがあるし、実際やってる人もいるし、うん、この間、デジタルアーカイブスやってた先生もいらっしゃったような、うんうん、ほう、まえでもこういうことできるんだよねみたいな発想もあって、それ聞くとね、あ面白そうという話をしてくれる人も結構いたりして、ねうん うん、そういうなんていうのかなあの、本当に対話をするっていう材料としては、すごく面白し、うん、あいことだと思ってます、ね、そういうことでございます、うん、でだからその、そういう意味で逆に言えば、いろんなとことつながってる人たちがうち,のうちに来てるので、うんうん、その人たちを全部無視して、いやいや、違う違う、無視して、自、えっと、民党やらないよみたいなような判断を、うん、あのするのかっていうことですよ。うんうん、えそんなに恥ずかしいの 何言われるか分かんないよっていう話ですよ、頑張ってもらえるといけないんですけどね、はいどうぞ一つだけいいですか、今回ね、住民投票、だからね、市の計画に賛成なのか反対なのかって話じゃ全然ないんですよっていう、そこはね、だから市民の意思表示の機会を認めるのか、それを認めないのかっていうね、本当にまあ、いわゆる民主主義の問題って民主主義の問題わかりましたなんで。 ちょっとそこをね、あの、議員さんも別に今まで市の計画賛成して、してから、その住民投票に賛成しちゃいけないなんてことは全然ないので。うん。そういうことですよ。そうなの。当たり前です。<ー><ー>で、松原、松原市長もね、議会で、いや、私の計画が多くの市民に理解されてると思いますって答えてるの。うん、だったら住民投票で確認してくださいっていうのがね、うん、あるんですよ。何、何、捨て具合とか捨て具とか言ってんだろうね、<laughs> と <laughs> なんかね、<laughs> 住民投票っていうのが、<laughs> はい、こう、まあ、 これでもしね、条例が制定されると、もう狛江市政 50, な50周年次元てい、うん、初めてで、私はすごく素敵だなと思うわけですよつまり、結局、住民投票が党派制の問題みたいなふうに見られてしまうっていうことで、つまりそういうふうにしたいんだよね、逆に言えば、通したくない人としらいこう。うん あるいは本当にそうじゃないのっていうことも問われてるんだと思うんですよ、やってる人たちが、うんあの。どっかでやっぱり自分たちが言いたいことのために、これも利用してるの、うん、っていうことにならないようにしなければいけないというふうに思っているので、そ,ですね、すそれはでも本当にね、はい、あの大きい問題で、はい、で今度、まあ、駅前でリレートークなんかもしてみたり。はい そんななことしてどうなるかみたいなその目が言ってるような気がしますが、うんうん、でも本当にねそ私が悲願んでるのかな、うん、あのいろいろねこれ今もその図書館が閉じちゃって2年間使えなくなるとか大人用のスペースと子供用のスペースがバラバラになるって今も知らない人の方が多いんですよ、うん、だからそれをどういうふうに知らしめるかみたいなこともあって、はい、今度3月の。

うん、俺ね、もっとね、かとかもっとラフな感じなんですよ。す俺が、俺が、俺が言っているのは。わかる、わかるけど。あの、だからいいですよ。そういう人もいるって。だから、これじゃあね、やっぱり俺はね、どっかでやっぱりね、ああっていうふうに、このちラまあ、僕、だからその気持ちをどうか理解をしていただきたいいや、これ、本当に、本当にそう思う僕、もうつくづくそう思うのですよ。 でもね、一 <laughs> <も>回ね、見ていただきたかったね。<も>駅前でさ、<を>向こうから来て。いや、そうなんだよ。わかりますよ。そ,すそういう声が、こう、あるわけよ。うん。だけど、じゃあそれをね、ラフな感じでって言って。ラフじゃないんだよ。ちょっと言い方も間違うんな,なんか質的、質的な問題なんです。あの、なん、なんていうかな。まあちょっとこの辺は、なんとも言い方ですけどその見、見た感じ、いいなまあいいや、これはちょっとそう簡単には、簡単な話じゃないので。<laughs> そうですね。うん。うんあの なんです。そこなんです。うん、あの、どうしてそこに見られちゃうのかねっていうことがまして、まあもう時間ないんですけど、ちょっと、部下さんのから、えっ、ー、と、リクエストが来てるてとす中島みゆきの時代なんでございます。これ調べると、中島みゆきのお父さん、51歳の時に、お,お父さん、お父さん51歳で脳梗塞で倒れた時、で、それで、のまあ、病院に入ったんだか入院したんだか、なな元気になって戻ってきてほしいという思いがあって作った曲なんだそうでございますよ。 ということで、ちょっと中島みゆきの時代をですね、聞いていただきたいというふうに思います。すよろしくお願いします。 時代もあったねと「いつかはませる日が来るわ」「あんな時代もあったねときっと笑って」 ように出会う日をたとえ今夜は倒れてもきっと信じて。 とあのまちょっとねいろいろ考えるところがありますあのいろんなことを考えていますが来週はですねあのちょっと今晩のお話したかと思いますけれどもあのあ,あ言ってないか言ってないのかなこの ある時、あ何週間前にえ突然ちょっとごめん、ごめんちょっとやっといてみたいなとこがありました。あの時には実はその放送の直前に仲良かった二人の夫婦が亡くなったということがありました。で、ちょっといろいろ気にしてたんですけど、まあ、あの、ハーモニーという、まあ、二人は旦那さんの方が40いくつかな。で、あの、ま、統合失調症で、奥さんの方が 乖離,性乖離性人格なんとかって要するにその広い意味での二重人格っていうか、あのみたいな、そういう、で、二人がす、まあ、お正月二人で亡くなってた、それが果たして自殺なのか、事故なのかもよくわからないというようなことがあって、その話を、えー、来週はちょっとしてさせていただきたいというふうに思っています。でそれは僕の 死に対する考え方も少し変えてくれたような出来事でありましたそんなことを思って、まあ、今,日は今日はお話ししませんけれども来週はその話をしようかなというふうに思っています来週はお母も戻ってくるのか来ないのかギリギリの戦果というふうに思いますけれどもというようなことでございますえっとあと2分ほどですが、えー、マンボさん峠牛のマンボさんから フす <laughs> カーブチーサワーを探しにスーパーヤオコに行ってみたらワッタのワッタってねまあいいやワッタの話はまだそのうちねタンカンサワーと答え目ついついハンダース買い占めてしまったんですけど今回はその隣に蛇腹サワーがあったのでついに買っ,てしま買ってみましたついでに買ってみましただけど蛇腹は蛇腹蛇腹ラと知らないんだな何だろう 調べていきます。か、かんきしょう、蛇腹なの?。沖縄のもんなの?。うん。案の定、そんなに美味しくもありませんでした。<laughs> <laughs> 体にはいい、そこで。蛇腹、お試しください、うん。ありがとうございます。じゃあ、あ蛇腹と話してみて。まんぼさん、いつも。いつも。ありがとうございます。で、なか、ちょっと、はい、言い残したことありませんか?。どうですか?。今後、今後どういうことになりますかね?。まあ、ぜひ、議会。 ね、ぼちしてくればいいのにね。<や>皆さんね。うんうんとね、あの決まれば皆さん来てくれると思いますし。皆さん、皆んがどういう皆さんかわかりません。いや、聞きたい人が来るんですよ。もちろん分かってますよ。それは。そうですえっと、どこにそれを広げられるか、まああの溢れる、溢れんばかりになるようなことになればいいね。いいですね。それも、うん、<laughs> いろいろな人があわこの人も来ちゃうのみたいな、うん、なればくいいんですね。 それまでにやることいっぱいあると思いまいうんですけ、ね、ど、はい。木さん、何か言いたいことありますか <laughs> なんですかはい。<う>はい。いいですかえ、まあ、ぜひ、あの、4月7日、えー、中央コン館ホン。ル、うん、午前中。うん、もう、それまで,でこれ、これじゃなくて、違うこと何かやろうやんよ。違うことじあ、まああの。じゃあ、高山さん、どんどんアイデア出して。やだよ、俺。<laughs> この間言ったじゃないですか、4択の回も、私、おいしかったですよ。ああ、そうそう、4択の回もおいしかったと思います。ということでございまして、あ、トマト売り切れちゃいました。 うん、食べてす。毎日毎日食べてますよ。あ,うん、あちこちもお裾ました。というわけでございまして、図書館一体どういうことになるんでしょうか。お願いですから、文化とか下がらないような街であってほしいというふうに思うわけでございます。今日は最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。中島みゆき、だめかなアーカイブ引っかか,かっちゃう。引っかなということでございまして、えー。ありがとうございました。では、おやすみなさい。ありがとうございます七した。